カブラヤ王。カブラヤ王は、日本の競争馬、シュボバ。1975年度優秀少年度、代表馬及び最優秀4歳母馬。無謀とも言える、驚異的、ハイペースで逃げるレースぶりから、狂気の逃げ馬の異名で呼ばれた。馬名の由来は、ヤブサメなどに使うカブラヤから来ている。全妹に、エリザベス女王杯を買った、ミスカブラヤがいる。年齢は、 当時のバレー表記とする、デビュー戦こそ、ダイヤモンドアイの2着に惜敗するも、以降の連勝で1975年のクラシック戦線に駒を進めることとなった。1975年の年初の時点での、ボバクラシック路線は、前年の阪神三歳ステークスの優勝馬の愛人を、筆頭に、星バージニルキングロングホークなど、関西馬の下馬票が高く、4歳になっても現れる。 有力馬はエリモジョージなど、関西馬が、中心の状況は続いており、対する関東馬は、テスコガビーの他は目立った馬もおらず、全体を見渡せば成功到底となっていた。だが、カブラヤオーは東京4歳ステークスを、最後の直線で急激に一掃しながらも立て直し、テスコガビーを競り合いの末に破り、ボバクラシック戦線の中心に踊り出た。なお、 テスコガビーとカブラヤオは共に主戦騎手が菅原康夫であったが、このレースでは関係者間の話し合いの結果、テスコガビーは所属馬や関の馬ではないから、一度降りたら再度乗れる確証がないという理由で、菅原はテスコガビーに騎乗、カブラヤオにはモテキ馬や関の弟弟子である菅野澄夫が騎乗していた。騎手としては耐性できなかった菅野にとって、 この東京4歳ステークスは、騎手人生で唯一の重賞勝利となっている。春のクラシック戦線の本番でもその強さは発揮され、サツキ賞では、スタート直後から先頭に立った、レイクスプリンターに猛然と競りかけ、前半1000メートルを58秒9という短距離戦に、匹敵する、ラップタイで走破。第4コーナーを回ってもスピードは衰えず、ロングホーク、 エリモジョージの追撃をも振り切って逃げ切り勝ちを収めた。道中カブラヤオと激しい競り合いを演じたレイクスプリンターは競争中に右後ろ足を骨折、再開で入選したものの予後不良と診断されて安楽死処分となった。このため、後世の出版物などでは殺人ラップ、狂気のハイペースなどと称されることも少なくない。また、カブラヤオが作り出すハイペースについて、 レイクスプリンターに起乗していた、押田敏夫は、レース後、あの馬は普通じゃない。化け物ですと、涙ながらに語っている。東京優秀、日本ダービー前哨戦となる NHK 杯では、大外を回りながら差し切り勝利した。迎えたダービーでは、今度は、トップ二郎に競りかけられながらも、サツキ賞を超える前半1000メートル58秒6。 1200メートルを1分11秒8という驚異的なハイペースで逃げ、さらに最後の直線では、苦しさから口をありふらつきながらも、迫ってきた後続をさらに突き放して優勝した。この時点で、デビュー2000目から無傷の8連勝を達成、クラシックに看馬となった。競馬評論家の伊崎修五郎は、このレースは不滅だと称賛し、自分の見てきた20世紀最強馬は、 マルゼンスキーと語りつつも、この一レースだけ取れば、カブラヤ王という人がいても、おかしくないと語っている。この年、安城の菅原康は、テスコが B で、王賀賞、優秀品は、オークスも制し、史上初の春のクラシック完全制覇を成し遂げて、これをきっかけに、一流騎手へと飛躍していくことになった。秋の戦線を前に、を発し、 三冠への道は閉ざされたが、自由後に復帰。復帰戦のオープン戦を勝った後、復帰二戦目ではゲートに頭をぶつけ脳震盪を起こすアクシデントがあり、生涯唯一の着外負け、11着で再開入戦を起死して、連勝は9で止まるが、この連勝記録9は、現在でも中央競馬記録である。小馬になってからは、マイル、メートルの中距離オープン戦を主に、 戦い、当時中距離重傷が、現在ほど整備されていなかった側面もある、最終戦となった、中山のオープン、平場では 62kg の金量で優勝している。しかし、最後は、秋の天皇賞を目指す調整過程で、屈腱炎が再発してしまい、これで引退を余儀なくされた。生涯通算成績は13戦11勝2着1回であった。 1977年から、日本京場協会いぶり種馬場で供養される。その後、日高京場農協三井種馬場を経て、道を義父種馬場、日本京場協会しずない種馬場で供養された。種馬場としては小柄であり、異行の血統、狂気の血統と言われながらの種馬場生活は、種付け量も差して上がらず、決して恵まれたものでなかった。 しかしその中で1988年に G.I. エリザベス女王杯を勝ったミヤマポピーを送り出している。2003年8月9日、老後を送っていた栃木県の日本軽芝会、那須の牧場にて死亡。31歳の大王女であった。翌年5月9日、JRA ゴールデンジュビリーキャンペーンの名馬メモリアル競争の一環とて、カブラヤ王メモリアルが東京競馬場。 芝1600メートルにて施行された。驚異的な逃げを武器にしたが、その逃げも NHK 杯での大外回りも幼少時に束に蹴られて馬込みを極端に嫌う気象となっているのを隠して絶対に競りかけられずに力を発揮させるために陣が編み出した戦法であった。ハイペースの逃げ戦法に耐えうる能力が引き出された理由はこの臆病な気象ゆえのことであった。 さらに生まれつき心配能力が優れていた点も見逃せない。このような事情があったため、カブラヤ王の臆病な気象は関係者の間でずっと国費にされており、極端な逃げ戦法の理由がようやく明らかになったのは、カブラヤ王の引退後ずいぶん経って、1980年代も後半になってからのことであった。条件選賞では、B 級、ウラド特別を、 ブラッドナブラが勝ち、銀杯、福山を、カブラやホープが勝っている。母系決闘は、祖母のミスナンバー1番から大きく広がっており、近親の活躍場には、大択ヘリオス、大択バートラム、大択リーバ、大択帝王、チャンス到来などがいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。